ス。パス。こんにちは、トミーです。今日は日頃お世話になっているちゃちゃまるのご褒美を作りたいと思います。いつも私ばっかり美味しいものを食べてかわいそうなので、今日はちゃちゃまるのご飯を初めて作りたいと思います。今までまだ作ったことないのでちょっとドキドキなんですけど、挑戦してみたいと思います。では作っていきます。今日のメニューは鶏肉と野菜の煮込みご飯を作りたいと思います。なんか一度に野菜をたくさん取ってしまうと胃腸が弱いワンちゃんはお腹を壊しちゃうことがあるので、今日は 1,2,3,4 種類の野菜を使いたいと思います。では作っていきます。ではキャベツを切っていきます。キャベツはだいたい1枚の4分の1くらいを使用します。食べやすいように細かく切っていきます。次に洗ったきゅうり入れていきます。次に人参です。皮を剥いていきます。今回ワンちゃんが食べれる食材をいろいろ調べてたんですけど、意外と食べれるものが多くて、なんかもうちょっと少ないのかなと思ったんですけど、なんか野菜だけじゃなくて果物も結構食べれるものが多くて、いちごとかりんごとかバナナも、この間バナナを初めてあげたんですけど、なんかペッと入ってました。あんまり好きじゃなかったみたいです。人参も細かく切っていきます。次にブロッコリーです。この茎のところがコリコリして、ワンちゃんは割とみんな好きだそうです。次に鶏肉を切っていきます。切るだけ食べやすいようにちっちゃく切ります。水と出汁を入れて沸騰させて、沸騰したら最初にお肉を入れます。火が通ったら野菜も入れます。野菜は火を入れなくても食べれるものはあるんですけど、入れてあげた方がワンちゃんは安心らしいです。少し煮込みます。ある程度煮えたらお米を入れます。そしてまたちょっとだけ煮ます。ワンちゃんの
食べてはいけないものはネギ類です。玉ねぎ、ニラ、ネギ、あとはニンニクとか甲殻類、イカとかカニとかもダメらしいです。注意してください。完成しました。容器に入れて、あとは冷まします。完成。はっす、はっす、ちっちゃい、はっす、いや、いい子、じゃじゃん、はっす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 、そう、はっす、じゃじゃん、はっす、はっす、じゃじゃん、はっすは分かんなくなっちゃったの？ハス、ハス、じゃじゃん、チュン、チュン、ヘタチ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 は？ヘタチ、チュン、チュン、待てだよ、待て、待て、待てだよ、よし。食べた？ごちそうさまでいいの？きゅうり残してるけどいいの？きゅうりいいのね。ごちそうさまね。ほとんど食べたね。マリコだね。はい、スチャマルがほぼ完食してくれました。ちょっときゅうりだけ残ってたんですけど、よほど美味しかったのか結構量があったんですけど、全部食べてくれました。なんかちゃちゃまるそんなに食欲旺盛じゃなくて、ドッグフードとかもあげてもすぐ食べなかったり残したりするんですけど、今日は美味しかったみたいで良かったね。今度はちゃちゃまるが、そうですね、誕生日の時とかケーキも作りたいなと思います。はい、じゃあ今日は終わりにします。じゃあ、おいで、見てくれてありがとうございました。美味しかったね。高評価とコメントお待ちしてます。バイバーイ。